はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回の動画に引き続き入間市中学選抜の皆さんと翔平寺で試合を行っております。この回からピッチャーには大輔くんが入り、先頭のクリッチをフライでアウトに取ります。はい、バッター俊さん、これがファースト、フラフラっと上がった打球をしっかりとキャッチ、ツーアウトです。さあ、続くバッター良平、ちょっとこの球見てほしいんですけど、インコースへのシンカーなんですよ。こんなん打てるわけない。ナイスピッチ。翔平もピッチャー交代、粕谷がマウンドへ上がります。さあ、高校の先輩である翔平が打席へ立ちます。これ先輩後輩対決は粕谷の前にコロコロっと転がった打球しっかりと処理し、この勝負は後輩の勝ちです。はい、続く先頭海斗くんになります。これ捉えた打球だが、ライトクリッチがバッチリとキャッチ、いい当たりなんですけどね、ライトライナーとなります。いや、でもバッティングいいですね。よく振れてますね。はい、そしてお次のバッターはヒロトです。もう中学生ヒロトです。このカーブを三振で、まあ、こちらもね、翔平図もこの回無失点で抑えました。さあ、そして翔平図バッターはここまで2安打の楠木さん、ただこれがインハイに外れてフォアボールとなります。続くバッターは2番の藤前です。これ打った打球フラフラと上がってセカンド、すげえ追っただ。おお、セカンドナイスキャッチ、龍河君さすがの守備範囲です。センスいいっすね。はい、そしてバッターは田島さんと、田島さんも強打者ですからね。これただ危ないですね。ちょっ、おお、ここで中学生チーム初めてのミスですね。もうちょっと焦りいっちゃったかもしれないですね。はい、そして翔平図の、ジャイキリカイト、さあこれがアウトコースでストライクかな。でワンボールワンストライクとなって、これ捉えた打球が右中間へ。さあ、どうするどうするどうする。まず一人がホームイン、そして田島さんも帰ってきて2人ホームイン、勝ち越しタイムリーとなります。2点タイムリースリーベース。さあ、続くバッターもジャイキリの優作、これがストライクとなります。はい、ワンボールワンストライクとなって、お次の球、さあ思いっきり振っていく、フルスイング、わずかに捉えられず、ピッチャーの悔いもありますよね。ナイスピッチ。さあ、次は何の球でいくのか。変化球、これ溜めて打った打球が、おお、センターナイスキャッチ、海斗くんナイスキャッチです。ただこれはね、犠牲フライには十分な距離となり、1点をさらに追加することになります。まあ、でもセンターナイスキャッチですね。さあ、バッターは磯部さん、これもね、多分インコースのシンカー、ツーシーム、シンカーとかもう落ちる系のボールなんですよ。すっごいいいボール。さあ、この変化球をズドンと、うまくタイミングを外して三振に抑えます。はい、そしてピッチャー粕谷変わらずですね。バッター秋広くん、これ逆方向に超綺麗なヒット、いや、ナイスバッティングです。いや、めちゃくちゃ綺麗だな。はい、続くバッターは大輔くん、これ初球はストライク、まっすぐですね。はい、2球目、これがフラフラっと上がった打球、サード藤前が追ってって、これは、おお、よく追いついた、アウトです。これはナイスサードですね。さあ、そしてこの時にランナーがスタート、いやー、よく走ってくる、どんどん走ってきますね、中学生チーム。はい、そしてお次の時も逃げて、これも盗塁成功、一気に三塁まで行きました。さあ、バッター龍河くん、これがファーストにフラフラとファールフライ上がって、高橋さんがしっかりとキャッチ、ツーアウトです。バッター大輝くんはフルカウントからしっかりと選んで出塁となります。はい、そしてチャンスでバッターにはしおりさん、これがショート、三遊間深いところ、サバイクがファーストはセーフ、全力疾走、タイムリー内野安打になります。いや、ナイスダッシュです。
さあ1点を返してなおかつチャンスの中学生チーム、これがフラフラっと上がった打球どうなるか。はい、落とす。両辺の超イージーミスですね、これは。いやー恥ずかしい、本当にめちゃくちゃ深く守ってダッシュしてきたんですけれどもね、思いっきり上からかぶせにいってちゃいました。はい、これでまた点が入って、お次のバッターペロ君はサードファールフライで同点とは、ならずにチェンジとなっています。はい、ショーヘイズの攻撃、バッターは粕谷からまた打つ。今日この日大当たりですね、またもヒットで出塁となります。はい、バッター高橋さんの時にこれ粕谷が、まあ盗塁と言っていいのかな、盗塁と言っていいのかちょっとあれだけども、まあスタート良かったですね、ナイスランです。はい、そして、これも選んで、高橋さん選んでフォアボール。そしてバッターにはクリッチが入ります。今日いい当たりも出てますからね。初球を見逃してボールで、すみません、この間にちょっとランナー進塁してます。バッテリーエラーな間に進塁しててランナー2、3塁となってますが、これ前進守備のため得点許さずとなります。そしてバッターには俊さんが入ります。これ外のボールをかけて、まあ、粕谷がスタートしたんですけれども、ランナーはアウトとなります。はい、ここで中学生チームがピッチャー海斗くんにスイッチいたします。ちょっといろいろあるので一旦アフレコなしで、試合の様子をご覧ください。よ、よへ、左で打てよ。何左で打てよ。打てんの好き、俺の球打てんの好き。へえ、俺の球打てる。よっしゃ、当てろ当てろ当てろ。当てよ当てよ当てよ。当てに行きやがて。当たった当たった。当てなきゃ当てなきゃ。避けて避けても当てるような感じ。いけるかな。今ストライクしよう、今ストライク、ストライク。イエーイ、オッケーオッケーオッケー。いや、当て落としたずっとしてる。当たってくれたら、当たってくれたら、興味ねえな、あいつな。当たってなかったな、あいつ空気読めなかったな。どうだった楽しかった楽しかった、 OK。 はい、ということでめちゃくちゃ謝られてたし、相手が中学生だということで報復はなしとさせていただきます。はい、嘘です、元から報復なんか僕はしませんと。はい、そしてこの回から、翔平のピッチャーは高橋さんとなります。これめちゃくちゃ高く上がった打球、高く上がりすぎてスルーさせるっていうね、あのチンバッティングを、まず先頭の翔平が、行ってスルーとなります。はい、そしてバッターには海斗くん、これがライナー性の打球だがセカンドライナー。これベンチからね、4タコ4タコって声が飛んでますね。はい、そしてバッターは中学生ヒロト、これ外のボールを思いっきり引っ掛けて、ただこれうまく連携が合わずにね、併殺どころかアウトも取れてないんですよね。これちょっともったいなかったですね。はい、そして、チャンス、まあピンチなのかなとなって、バッターには秋広くんが入りますが、これがフラフラとファーストセカンド間に落ちた打球、ただこれがインフィールドフライ宣告となります。ただその間にランナーは1人ずつ1個ずつね、1個ずつか、それぞれ1個ずつ進塁となります。そして2、3塁となってバッターには大輔くんが入ります。あー、どうする、これがピッチャーフライ、がっちりと高橋さんがキャッチして得点を与えずとなります。
そしてこの回から中学生チームにはピッチャー秋広くんが入ります。キャッチャーがね、左利きの海斗くんっていうめちゃくちゃ面白い現象が起きてますね。さあバッターは藤前、これカーブ、うまくねやられましたね。これでアウトとなり、まずは先頭を抑えます。ナイスピッチです。さあバッター田島さんです。これが歩かせてしまい、まあ、ランナー出塁ですね。フォアボールとなります。さあバッターはジャイキリの回答、これがパスボールとなってランナーは二塁へ進塁となります。じゃあこれでまたねチャンスになります。これが強襲っちゃ強襲なのかな、ちょっと難しいバウンドでしたね。打球が、抜けて田島さんが帰ってくると、これで2点差、ランナーセカンドで、点差を広げます。次はジャイキリの優作のところ、これがまたね海斗くんうまく取りましたね。まあただフォアボールでまた 1,2 塁のチャンス、ピンチになります。はい、そしてバッターが磯部さん、これが外のボールいっぱいストライク。さあお次のボール、これねまた、まあ、ランナー進塁できないですよね。海斗くんよく止めましたね。体避けてるのにすげえな。はい、そしてこれアウトコースでストライク、ワンボールツーストライクとなります。さあここで決め球いくのか、変化球に空振り、ただこれはね、パスボールですね。振り逃げはないので、ランナーは三振、そしてパスボールの間にランナーが2、3塁となります。さあバッターカスヤ、これがフラフラっと上がった打球、ライト、これがねちょっと取れずにランナー1人、カイトがまず生還、そして龍作も生還で一気に2点入ります。はい、バッター高橋さんです。さあチーム最年長、これもちょっと弾いてる間にカスヤがコースタート、カスヤの走塁意識高いよな。そして今なんかね高橋さんが指さしてましたね。これは何なのか、ドカンと、よいしょ、ガツンと、これがポール際へゴーン、いやーナイスバッティング、大人げないけどねえ、まあでもねナイスバッティングは変わりないです。はい、最年長の一発でさらに追加点となります。多分これね打った後確信してるんですよね。ナイスバッティング。はい、そしてツーアウト、バッターはクリッチ、これがちょこんと当てた打球だがセカンド龍河君がしっかりとさばいて、これでスリーアウト、後続を抑えて最終回の攻撃になります。はい、ピッチャーねまた加瀬が上がっています。バッターには龍河君、これセカンドゴロ、俊さんがめちゃくちゃ止まってがっちりと、本当にがっちりと掴んでワンアウトとなります。俊さんセカンドやらねえって言ってたからな自分で。はい、そしてバッターには大輝くんが入ります。ツーボールワンストライクでこのカーブを溜めて、ただセンター田島さんがチャージしてきてツーアウトとなります。中学生チームもねこのままじゃ終われないですよね。さあここから続くことができるのか、バッターにはしおりさんが立ちます。ツーストライク追い込まれて、これが落ちるか落ちるか、ただセンター田島さんのナイスチャージ、試合終了となります。はい、ということで、中学生の皆さん、ここ行っても野球やるかもしれないですけど、やらないかもしれないですけど、まあ、とりあえず元気よく、今日楽しんでいただけたと思うんで、はいはいはい、大人の人たちは、いろいろ反省するところもあるので、まあ俺の三振とかエラーとか集中力なかったね。はい、ということで、楽しんでいただけたようなのでございです。ゲッ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後はみんなで写真撮影になります。中学生の皆さん楽しんでいただけたようで良かったです。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、アイシャショウヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
チャンネル登録は必須でお願いします。